この先生の BGM おしゃれでいいですね。そうですか、あんまり気にならないですけど。まあそれだけ打ち込んでるってことだな。よしよし。もうまた先生もクラブだったんですか。案外見てるだけで楽だったりして。バカ言うな。今日はイカスミタルトなんてものを食わされて大変だったんだぞ。美味しそう。相変わらず微妙なもの作りますよね、料理クラブって。先生何歳だ。ぼちぼち。はあ。よし、一般教養以外は100になりました。あとは根性と筋力。根性はなんかもうひたすら部活なんだけど。じゃあグッと上げますか、一般教養。わお、上がりすぎ。どうしようか、一般教養は別にあれなんだよ、なんかこの半分、この半分の方でもさ自動的にやってくれるから、別に頑張んなくても90くらいで止めとくかな。もうあっという間ですね。よし、いい感じ。根性と筋力だね、あとは。あら？明日は文化祭だ。おう、そうなんだ。これくらい止めとくか。舞台裏、なんだか気がつくともう文化祭、いよいよ我が演劇部の本番なんだ。と言っても残念ながら私は裏方なんだけどね、とほほ。主役は先輩おすすめ、絶対にお客を呼べると好評のソータくん。どんな舞台になるのか楽しみだな。わあ、もう出番。僕まだ着替え終わってないんだけど。カツラですか、女の子役ですか。ちょっと、あ、小道具がないよ。はいはい。どういう劇なのかすごい気になるんですけど。は、無事に終わ、あ、ほ、無事に終わった。見たよ、今年の舞台。ソータくん可愛かったよね。私結構感動しちゃった。うわ、ありがとう、見に来てくれたんだ。その言葉、ソータくんたちに言ってあげたら喜ぶよ。私は裏方だったし。でも、裏方があったから、いいお芝居になったんだよ。準備の時も、すごく頑張ってたもんね。そう言ってもらえると嬉しいな。でも何かほっとしたら、喉乾いてきちゃった。私ちょっとジュース買いに行ってくるね。あら。あれ、なんか体育館から聞き覚えのある声が。
だから帰れっつってんだろ。体育館っていうか舞台をやってるのが体育館じゃなかった？あれは確か橘君のお姉さんだ。橘君？あらあなた、あの時のお姉さんっていうかもう完全にお母さんみたいな格好してるけど、どうもその説は。誰？誰？お前こそ誰？何そのファッションセンス。ほら、この間話したでしょ、ケンちゃんと一緒に逃げてた子。あ、こっちがお母さん。あら、はじめまして。あ、違う、こっちがお母さんだな。何話してんだよ、とにかく帰ってくれ。姉貴たちが顔出すといろいろややこしくなるから迷惑なんだよ。え、どうかしたの立花くん？それがね、ひどいのよケンちゃんたら、ね、私たちがせっかくバスケ部のパフォーマンスを見に来たのにさっさと追い返そうとするの。姉貴たちがいると集中できないし、いつ家のことバラされるかって気が気じゃないんだよ。失礼ね、そこまで無節操に口軽い女じゃないわよ私たち。これ誰、妹？いや、意図的にやりそうだから怖いってんだ。妹っつっても最低でも中学生でしょ。これはないわ。まあまあ落ち着いて、ケンちゃんがそこまで言うんだったら、じゃああなたに付き合ってもらおうかしら。え、私ですか？え、何これ、わかりました。ちょ、え、ババ付き合うって何を？文化祭を付き合うってこと？まあ、こんな時のためのセーブですよね。わかりました。せっかく学園まで来てくれたのにこのまま帰ってもらうのも悪いもんね。じゃあ私でよければご案内しますよ。本当？嬉しいわ。先輩、ちょっとこっち。ん？マジでいいんすか？うん、こうなったら別に構わないよ。こうやって他の人が知らない立花君のことが増えていくのは嬉しいし。面倒かけちゃって悪いけど、今俺が任せられるの先輩しかいないんで。え、いや、なんか照れるな。ちょっとケンちゃん、私たちの可愛いガイド独り占めしないでよね。そうそう、ほらもうすぐ出番なんだって言ってたでしょ、早く行ったら。分かったよ。じゃあ先輩、頼みます。もう一人のお姉ちゃんみたいな。それじゃガイドよろしくね。あ、はい。誰なんだろう、模擬店。でも驚いたわよねケンちゃん。え、私たちが来た時にね、体育館が女の子でいっぱいだったのよ。うん、それで聞いてみたらお目当てはケンちゃんだって言うじゃない。中学の時から人気あったけど、あんな不愛想のどこがいいんだか。でも橘君ってしっかりしてますよね。そうなんだ、ケンと仲がいいんだね。そんなことないですよ。別に否定することないわ、ケンちゃんをからかうネタができて私も嬉しいし。でも本当に不思議なのよね、あの子突然家出ちゃうし。なんか家のことがバレるの嫌がってたみたいですよ。でもそんなのずっと前からだから ね。なんだろう、やっぱりもう一人の姉とかかな。あ、ねえあなた、茜、彩音、琴音でしょ。何か聞いてない？やっぱ姉がついてるからやっぱお姉さんなのかな。立花君のことで知ってることって家のこと以外だとぶっきらぼうだけどでも本当は優しいってこととか、他に秘密があるとは思えないんだけどな。気のせいじゃないんですか、特に不審なところはないですよ、うちのマンションにいる時も。まあいいや、そのうち締め上げて白状させてやるから。立花君、次に実家に帰った日生きてマンションに戻ってこれないかもしれない。それにしてもやっぱりお姉さんたちの気のせいじゃないのかな。あ、じゃあ私たちはそろそろ失礼するわ。一緒にいた時間少ね。あ、帰り道わかります？大丈夫、うちの若いのに車で待機させてるから。みんなおっぱいでかいですね。それじゃあね、いろいろお話できて楽しかったわ。なんか自己紹介とかしてくんないのかな。
お姉さんたちの案内も終わったし、もうちょっとゆっくり模擬店でも見てようかな。先輩、さっきはすんませんでした。あ、立花くん、いろいろ面倒かけたんじゃないですか？そんなことないよ、いろいろお話できて楽しかったし。ほんと悪いっす。で、さっきのお詫びってわけじゃないんすけどもしよかったら俺と一緒に中ちょっと回ってみないっすか？それお前がただ回りたいだけやろ。え、いいの？だって立花くんから誘ってくれるなんて、お姉さんのことで気を使ってくれているのかな。私は嬉しいけど無理しなくていいよ。立花くんも予定あるんじゃない？俺は別に、先輩が嫌だったら無理にとは言わないけど。うん。ちょっとおごって、たこ焼きおごって。各クラスや部活でいろんな出し物が出てる。こういう祭りの雰囲気ってワクワクしてきちゃうよね。あ、あの喫茶店ケーキセットあるよ、入らない？いいっすよ。高校の喫茶店でケーキセットってすごいな。あ、でも満席っぽいね。じゃあ買ってどっかで食えば？うん、そうだね。すいません、これって持って帰れます？すいません、こちらは中でのみとなってまして。なんかお皿にさ、ケーキだけのっけてそれでもいいんだけど。そうなんだ。あのさ、今回だけ見逃してどんな入れ物でもいいからさ。いや、普通に紙の皿あんじゃん、紙皿でいいじゃん。はい、どちらになさいますか？うわ、すごい、立花くんの一言で状況がこんなに変わるなんて、さすが学園ナンバー4の座は伊達じゃないわね。しかも普段は無口の立花くんが言うもんだから効果はてきめんだ。ってことで買えるみたいだけど、どれがいいですか？あ、そうなんだ。じゃあ、え、なにこれ、立花くんって甘いもの嫌いなんだよね。あ、嫌いっていうか、なんかそのお菓子くれるときにさ、俺は食わないんでみたいなこといつも言ってるじゃん。だからショートケーキ、甘いショートケーキよりかはヘルシーなチーズケーキの方がいいんじゃない？別にチーズケーキヘルシーじゃないけど、まあ、ショートケーキよりかはカロリー高くなさそうだよね。でも私もそんなカロリー全然詳しくないけど。あ、当てたっぽい。じゃあ私はチーズケーキにしようかな。立花くんは？え、俺は飲み物だけでいいかなって思ってたんですけど。どうせなら一緒に食べようよ。じゃあ俺も同じやつで。へえ、チーズケーキ好きなんだ。いや、別にそういうわけじゃないって。なんか立花くんのチーズケーキ食べる姿って。そんなこといいかな。買ったらどこに行くか決めといてほしいんすけど。普段何食べてんの？あ、はいはい、どこがいいかな。何これ、空いている教室、屋上は入れないでしょ。体育館。え、むずっ。これ、ピロリンってなるまで、なんかでも瞳につかない方がいいでしょ。あー、外したっぽい。なんか3、どこでもいいのかな。3個ともピロリンって音がしなかったんだけど。いいっすよ。じゃあ行こう。なんだろうな、これは別にどこでもいいのかな。先輩、はい、ジュース。あ、ありがとう。ここから下見ると結構人来てるよね。ああ、卒業生やらなんやら来るし。そうだね。何？誰か先客かと思ったらお前、立花だよな。これさ、あの空いてる教室とかでもさ、こうやって来るの？ちょっと後でやってみたいわ。確か始業式早々、立花くんに因縁つけてた人だ。こんなところで会うとはな。先輩、行くっすよ。待てよ、釣れないな。どけよ、あんたに付き合うほど暇じゃない。おい、チンピラ。何やってんだ。あ、卒業生。いや、生意気なやつがいるんで、ちょっと仲良くしたいなと思ってるんすよ。こいつか。
まだガキじゃねえか。そりゃガキですよ、高校生は全員。女連れってのだけは一丁前だけどな。なあ、そんなやつほっといて俺たちと遊ぼうぜ。うるせえわ、股間蹴るぞ。な、何怖い。ほら、こっちに。うわ、キモ。キャッ。あら、かっこいい。ネクタイ以外はいいと思いますよ。こいつにちょっかい出せ。いや、こいつって言わないで、先輩のこと。あんなふざけた真似してる。殺すぞ。いや、殺すっていう単語も使わないで。立花君、いつもと違う。俺に絡む分にはおとなしくしといてやろうと思ったけど、こいつに手を出した。それなりの覚悟ができてるんだろう。いや、だからこいつって言わないで、好きな人のこと。バカは嫌いなんだよ。とっとと俺の目の前から消えろ。立花君、完全に切れてる。おいおい、なんだあんちゃん。あんちゃん、彼女の前でカッコつけか。うるせえ、邪魔だ。安っぽいチンピラが口出すんじゃねえ。てめえの出る幕はないんだよ。おい、調子こいてると痛い目見るぞ。立花君、そんな大丈夫かな。お前たちみたいなのに何言ったって所詮は無駄だな。いいからさっさと来いよ。その代わり手加減はしてやらないからな。ガキも。立花君。先輩は俺の後ろにいればいいか。大丈夫、俺がちゃんと守る。うわ、向こうが思いっきり立花君に拳を振り下ろしてきた。キャーッ。立花君、その手を軽くやると受けちゃった。なんだお前、力抜いてんの。かっこいい。そのさ、ネクタイどうにかなんない、ほんと。やめてほしいな、ネクタイ。そのまま掴んでた腕をねじり上げて思い切り壁に叩きつける。いや、ここ壁ないですけど、フェンスなんですけど。そして壁の近くにあったゴミ箱を思い切り切りつけると、それは見事に相手の膝にぶつかって転がった。屋上なのにゴミ箱あるんだ。痛そう。その間、上級生は手を出すこともできずに呆然と立ち尽くしている。お前、隣町の組のもんだ。なんでそんなこと。とっくに身元なんか割れてんだよ。バカな真似すんな。弱い。大体もう分かっただろう。格が違うってことはな。てめえみたいな三下が偉そうな口叩いてんじゃねえ。分かったらさっさと行け。目障りだ。お前もしかして立花の。くそ、おい、行くぞ。立花君、ありがとう。怪我はない？いや、嫌な思いさせて悪かったっす。かわいい。そんなことないよ。立花君がいなかったら私どうなってたか。いや、そもそも立花君が一緒じゃなかったらこんなことにはなんなかったよ。いや、俺が巻き込んだようなものだから。でも不思議だよね、立花君。何が？あんなに迫力あるのにお姉さんたちに弱いんだもんね。それは言わないってことで。じゃあ行くっすか。うん。今日はびっくりしたけど、立花君って頼りになるな。一緒にいるとすごく安心できるし、もっと仲良くなれるといいな。はあ。あれは結局屋上に行ったからああいうイベントが起こったの？ちょっと待って。ファイル10にセーブして、ちょっと一回やり直してみていい？もしかしてどのルートに行ってもさ、あいつらが出てくるんだったらちょっと。どれだ？これか？これ？私今どこにセーブしたっけ？これか？あ、ここからか。空いてる教室。先輩、
俺はコーヒーのブラック。相変わらず渋いね。苦くない？別に。あ、そういえば知ってる？タメ口。何？苦味って人間が後天的に覚える味らしいから、苦いのがダメなやつって味覚が子供らしいっすよ。はあ、悪かったわね、お子様で。俺でも立花君より年上なんだけどな。ああ、そうだったっけ。たまに、というか、よく忘れるんすよね。あのね、気楽にいられるってことなんだろうけど、喜んでいいのか悪いのかいまいち複雑だわ。でもまあ、あの不愛想な立花君がこれだけ話してくれるんだもん、いっか。今日はもったいないからもっとお話ししとこうっと。あ、普通に終わったわ。あ、じゃあ屋上に行ってよかったってことかな。 CG も撮れたし。はい、じゃあありがとうございました。短いかな、ちょっと。そんなことないか。そんなことあるか。まあいいや。じゃあとりあえず終わります。グッバイ。